皆さんこんにちは、ニコアミです。キャンドゥさんで、新しい糸を発見したので紹介したいなと思います。去年商品紹介をねしてないので、去年発売されてたものも紹介するかもしれないんですけれども、よかったらご覧になってください。まずね、編んですごい良かった糸を紹介したいなと思います。サムネにもあるんですけれども、じゃじゃじゃーん、綿雲です。まずね、これはすごくふんわりしています。で、糸はこの白い芯の糸にほわほわほわっとした糸がついていて、白ベースの色になりますね。ほんとね、綿雲というのがぴったりな、触り心地もすごい滑らかで、で編み地は厚くなりすぎなくて、もうマフラー編むならこれやなーって思いました。最初にね、残念なとこだけ1個だけお伝えしようかな。これね、4色しかなかったんです。ピンク、それからこのミントグリーン、あられっていう色ですね。でこの糸は彩雲、ピンクは彩雲っていう色で、であとグレーと、それから真っ白がありました。茶系がね、全くなかったんですよね。なのでマフラーとかにするんやったらね、やっぱベージュとか茶系とかすごい人気があるから、そこだけちょっとあーっていう感じでした。素材がアクリルとポリエステルと、あとウールが入ってるんですね。だからこれきっと軽く仕上がってんのかなって思ったりしました。やっぱウールがね、ちょっとでも入ってるとね、あったかいし軽いしいいですよね。使用かぎ針が5号から6号ってなってるんですね。で、6号で編んでみました。ほわっとふんわり感を生かすために、いや7号で編んでも良かったかなと思ったりして、そしたら18センチ幅のが38センチ編めました。でちょっとね、編んでたら飽きてきたから端っこの糸でちょっとこんなん編んじゃって、なんでもうちょい編めると思いますね。このホワホワっとした花もめっちゃ可愛いですよね。でこれで、38×4 玉だったら152センチのマフラー、38×5 やったら190センチ。グレーもあったのでメンズだったら5玉ぐらいとかですかね。まあちょっと透かし編みっぽいやつだったらもうちょい幅広なやつを編めるのかなっていう感じですかね。まあ最低4玉あるとマフラーが編めるという感じかな。でね、ふわふわだけど目も分かりやすいんですよね。ほどきやすさは普通です。ゆっくりほどいたらいいという感じで、ハサミは必須です。とにかく肌触りが良くてふわふわで、最低4玉あったら編めて、でふわふわだけど目が分かりやすくて、で5号6号だからいろんな模様が編めてっていうことで、すごいおすすめやなと、一押しの糸ですね。キャンドゥさんにしかちょっとね売ってないんで、これは日系グループのユウエイさんの糸だから、キャンドゥさんに行くことがあったらよかったらチェックしてみてください。でね、綿雲は4色しかな、店頭にはね並んでなかったんですけど、10色展開の糸がありました。こちらはスチームソフトという極細の白糸を絡めた毛糸だそうです。これはねベージュあります、茶系あります。こちらもねほわほわっといい感じの糸になってますね。で、アクリルとウール 7% 入ってます。10色ね、すごいちょっと渋い10色展開なんですよね。何が渋いかってね、まずグレー、
ちょっとカメラじゃ分かりにくいんですけど、薄いグレーと濃いグレーがあるんですよ。これとこれね、あ、カメラじゃ分かりやすいんですけど、店頭に並んでったらなんか違いが分からなくて、明るいところでちょっと見分けないとなかなかね難しい思わずあれこれなんか似てるような似てないようなロット違いかみたいな感じに思ったんですけど、395と濃い方が404か。で、あとねピンクも濃いのと薄いのがあります。で、あと赤で、それから寒色系がこの青緑かと黒あります。真っ黒っていうかこうちょっと優しい黒ですね。で、これはもう編みまして、7号から8号ってなっていて、これは7号で編んだかな。なんかね、編むとこうところどころにこの白い糸が出てきて、いい味出してるんですよね。 19.5 ぐらいあるんですね。で、それが19センチくらい編めてるんです。だからやっぱさっきの綿雲はほんまにコスパいいですよね。まあ黒やとね、これメンズでいいなと思ったんですよね。メンズやと160ぐらい編みたいですよね。で19はと 8.4 玉、9玉いるで、フリンジつけたらやっぱ10玉いるな。マフラーじゃなくてネックウォーマーとかにしようかな。あのこれもゆっくりほどいたら大丈夫なタイプです。ピンクとこの組み合わせで、あとはこれとか、まあグレーは何でも合うもんな。10色展開は楽しいな。次が羊のぬくもりです。これはなんか去年見た覚えがある。早速編んでみました。色はね、他にもね、2、3色あったと思います。めっちゃ可愛いですよねめっちゃこの色もいいな。で、糸はすっごいゴム太なロービングヤーンになってまして、で、あの肌触りも雑貨向けとかそういう感じ向けの肌触りです。で、素材はウール 100% で、これは8ミリで編んだかな。でも本当にすっごいねごっつい感じになるので、これは鍋敷きをね編みたい。19センチのが5センチ編めました。でこれも可愛い。あとグレー系とかあの派手派手系とかありました。次がブレイズ、三つ編み状で太めに寄った毛糸って書いてあって、アクリルとウールとナイロンが入ってます。で、15針ですね。だからザックザクに編めるという感じです。青系とかグレー系とかピンクとグレーが混ざったやつとか、すごいグラデーションがめっちゃ綺麗で、編んでてめっちゃ楽しかったです。ですごいめっちゃ編みやすくて、 17.5 センチのが11センチか。ハンドウォーマーとかにしたらめっちゃ綺麗やなと思うんですけど、一玉ではやっぱちょっと無理で、ハンドウォーマーもやったら合計4玉くらい、あったらいいな。帽子やったらどれくらいなんかな。とにかく色が綺麗なので、なんか簡単に編んでこうタペストリーとかね、こうやってかけとくだけでもいいなっていうぐらい、ほんと色がすごい綺麗です。このなんかこうラベルがすごい可愛いなっていう、このインパクトあるのでね、ラベル買いしちゃいました。で、芯になる糸があって、わあすごいふわふわやわ、すごい。
モフモフモッファモッファ、こんな感じです。毛糸以外で買ったものはまずこの巾着で、これね、せっかく初音ミクちゃんが写ってるから、これを内側にして、でこう巾着袋何かできたらいいなと。そしてあと UV ジェルネイルシール、うちの近所はあのキャンドゥさんの方がね、このジェルシールが充実してるので、キャンドゥさんで買うこと多いです。でこのね、紫とかが意外にいいんですよね。これあの派手派手カラーに見えるんですけど、結構ね透明感があるから、塗るとこの下地が結構透けるから、いい感じでね紫が馴染んでくれるんですよ。でこのこういうくすみカラーもいい感じで肌に馴染んでくれるから、そうそう、結構こういう色を、買ってます。ということでキャンドゥさんの毛糸の紹介でした。何か参考になりましたら幸いです。ではまた。